セントラル映画社はかつて存在した連合国軍占領下の日本の映画配給会社である。1946年2月1日、連合国軍最高司令官総司令部の外閣団体として設立され、同月28日から日本国内でのアメリカ映画のリリースを開始する。1951年12月27日、解体された。日本ではセントラル映画社のほか。 セントラルモーションピクチュアエクスチェンジ、セントラルフィルムエキスチェンジと表記されることもあり、略称は、英語、クンプ、あるいはセントラル。大阪支社が入居した、大阪朝日ビル。1946年6月13日に同社が公開した、カサブランカのハンフリー・ボガート。1947年6月24日に、同社が公開した、イチゴブロンドのジェームズ・キャグニー。 1五十一年三月十三日に同社が公開した花の合唱。同年五月十一日に同社が公開した初恋合戦のジュディガーランド。同年十月二十八日に同社が公開したサンセット大通りのグロリアス・ワンソンとウィリアム・ホールデン。1四十一年十二月八日、第二次世界大戦において日米海戦、太平洋戦争の開始をもって アメリカ映画各社の日本支社が一斉閉鎖解散アメリカ映画の日本での商業上映は終了した。1945年8月15日、同戦争が終了し、同年9月2日から日本は連合国の占領下に入った。同年10月2日には連合国軍最高司令官総司令部、いわゆる GHQ が設置され、その幕僚部に 民間情報教育局が置かれ、映画は同局の管轄下に置かれた。同年11月には、アメリカ合衆国国務省が派遣した、マイケル・ベルゲルがアメリカから招かれ、ベルゲルは GHQ 国務省及び同陸軍省と協議して1946年1月に、セントラル映画社の東京事務所を、東京都港区柴田村町2丁目15番地の検査ビルに設置した。 ベルゲルを初代社長として同年2月1日に正式に設立された。同社による第1回配給作品はキューリー夫人と春の序曲で、いずれも同年2月28日に日本劇場、日比谷映画劇場等で公開された。ただしこれは戦後公開された最初のアメリカ映画ではなく、前年末の12月6日、戦前に輸入していたユーコンの叫びを、 日本映画貿易が公開したのが最初であった。同年、アメリカ映画9社がアメリカ映画輸出協会を設立。同国からの映画の輸出は同協会が一元管理することになり、これを機にベルゲルは数ヶ月で退任し、2代目社長に映画輸出協会から派遣。ベルゲルはユニバーサル映画局等地域代表に就任した。同社の目的は、 アメリカ映画旧社作品の日本配給ということになったが、同年9月、同社は日本の規制映画資本である東方及び小畜に対し、両社の直営館の全てにおいて、同社の配給するアメリカ映画を公開すべく交渉を開始する。この交渉は決立したが、旧映画法による大映の設立以来、 制作部門を失っていた日活との交渉は成立。翌1947年5月からは、日活の29巻の直営館のすべてにおいて、同社の配給するアメリカ映画を上映を開始した。当時の統計によれば、同年10月には、戦後復興した日本全土の映画館は1903巻が存在したが、そのうち529巻の工業系統がセントラル系となっていた。 セントラル系の工業系統にある多くの独立系の映画館が地名を冠してセントラル劇場と名乗った。東京セントラル劇場、千日前セントラル会館、あるいは地方においても、松本セントラル劇場、高田セントラルシネマ、岸和田セントラル劇場等、数多くあった。当時、セントラルの語は、イコール、アメリカ映画、ハリウッド映画を連想させる語として受け入れられた。 地方の独立系映画館がセントラル、メイヤー体制において、同社本社には、経理部長に、妻取信夫、宣伝部長に、伊勢久夫、制作部長に、高瀬静夫、文化部長に、高梨義明が採用されている。妻取信夫は後に、パラマウント映画日本支社長になった人物、伊勢久夫は、戦前のパラマウント映画日本支社で、宣伝部長を務め、 セントラル設立時には、宣伝課長、後に妻取と社長のもとで再設立された、パラマウント映画で、再び宣伝部長を務め、映画宣伝マンクラブを結成して会長になった人物、高瀬静雄は、同社でも字幕制作を行っていたが後に、清水俊次、秘伝義郎らと並ぶ、字幕翻訳家の第一人者となった人物、高梨義明は後に、 英敗取締役を務めた人物である。1947年までの時期には、同社レクチャー部に、後の映画評論家、淀川長春が在籍した。1951年12月27日には、解体された。最後に公開されたのは、同年同月18日公開の、13号三橋、であった。以降のアメリカ映画は、各社が配給することになった。 同年12月27日に公開されたアメリカ映画、ダラス、リオグランデの鳥で、2世舞台、腰抜け占領役者、アリババと40人の盗賊は、それぞれ、ワーナーブラザース映画、リパブリック映画、メトロ、ゴールドウィンメイヤー、パラマウント映画、ユニバーサル映画の各社の日本法人が直接、配給した。セントラル映画社東京本社の去った後の、検査カビルには、 コロンビア映画日本支社、リパブリック映画日本支社、ユナイテッドアーティスト映画日本支社、日本 RKO ラジオ映画が入居した。同社の大阪支社長を務めたフランシスコ・ロドリゲスは、コロンビア映画日本支社長に、経理部長を務めた、妻取信夫は、パラマウント映画日本支社長、宣伝部長を務めた、伊跡さんは、パラマウント映画日本支社宣伝部長に、それぞれ就任した。 1941年12月以降、終戦まで公開されなかったアメリカ映画を時代を遡って、新作とともにランダムに公開したという功績とともに、1937年以降1940年代前半にかけて制作されたものと、その10年後に制作されたものが、日本の市場を同時に出回るという事態を招いた。1946年度の第20回から、 再開した、キネマ旬報ベスト10の外国映画部門には、第1位から第5位までを独占するに至ったが、第5位の南部の人は前年制作の新作であったが、第4位のエーブリン館ンは1940年の作品であった。その後、キネマ旬報ベスト10の外国映画部門には、1947年度の第21回には9本を送り込んだが、1948年度の 第22回にはわずか2本、1949年度の第23回には4本、1950年度の第24回には2本であった。このため同社は映画評論家はヨーロッパ映画に評価が変調し、アメリカ映画を叩いているとして死者を見せないという対抗策を取ったりもした。特に第24回ベスト10の結果が発表された1951年の初めには、 雑誌掲載用のスチル写真提供を停止する強行措置をとっている。同社は一貫して記者に対しても工業の誌に対しても強硬な姿勢であったため、同社の解体が決定した時には日本の映画記者たちは開催を叫んだという。同社が配給した映画作品のうちの主なものの一覧である。日本での公開日順、制作者名の末尾の年号は制作年。同社は 映画館の経営を行わなかったが、同社の工業系統、セントラル系にある、日本全国の独立系映画館が地名を冠して、セントラル劇場と名乗ることを許した。下記は、1951年に発行された、映画年間1951の映画館総欄の章に掲載された映画館のうち、工業系統がセントラル系であるか、 アメリカ映画を上映したセントラル劇場の一覧である。茨城県の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。ありがとうございます。